モントリオール、モンデアルはカナダ・ケベック州の都市。セントローレンス川沿いに位置し、アメリカ合衆国との国境やオンタリオ州との宗教に近い、北米屈指の世界都市。モントリオール市はカナダではオンタリオ州のトロントに次ぎ人口、経済規模で第二の都市である。ケベック州では最大の都市である。2015年、アメリカのシンクタンクが公表したビジネス。 人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第24位の都市と評価された。住民の大半がフランス系カナダ人を中心にしたヨーロッパ系だが市内の人口の31.7%は非白人と世界各地からの移民も多い多民族都市である。周辺地域を含むモントリオール大都市圏の人口は約400万人であり、 これは北米で15番目、世界でも第77位の規模。面積は約4000平方キロメートル。モントリオールの公用語はフランス語のみで、モントリオール大都市圏の住民の7割弱が大一言語をフランス語とし、フランス語圏ではパリと近所差に次ぐ規模である。フランス文化の香り高い異国的な雰囲気、美食の街、石造りの住宅街、 街中にある数多くの教会、石畳のヨーロッパ町の旧市街の街並みなどから観光客向けに北米のパリと宣伝される。パリのメトロに似たゴムタイヤの地下鉄、ジョイデビーブルを信情とするなど、生活や暮らしにもラテン的精神文化を色濃く繁栄している都会である。一方では都市圏の住民の1割強の第一言語は英語であり、 19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、英国系移民によって街が発展してきたことから、ビクトリア町の建物が多いなど、英国文化も色濃く残り、北米文化と混合している側面も持つ。世界的に名高いエンターテイメント集団シルクドゥ、ソレイユの拠点であるなど、文化的に北米全体をリードする都市だとされる。モントリオールの高層ビル群。背後に見える。 モンドワイアルサンより高いビルの建設は禁止されている。中心街の u 形ノートルダム聖堂モントリオール市庁舎1535年に、ジャック・カルティエが最初のヨーロッパ人として、現在のモントリオールに到達した。その地は、色恋族の砦があり、ホシャラガと呼ばれていた。その後1六百三年に、サミュエル・ド・サンプランが訪れた後、百四十一年に、 ポールとショメディメゾンヌーブにより、家屋、道路の建設に着手し、1642年より、フランス人の入植が始まり、5月17日に、聖職者、2層、開拓者からなる一団が、ビルマリーの名で開拓地を設立した。1644年には、北米で最初の病院が建てられた。モントリオールは、毛川取引の中心地となり、また、 フランス人探検家たちの拠点として使われた。1760年にイギリス軍に占領されるまでフランス領土であった。1832年に死に昇格し、1844年から1849年にかけて英領カナダ州の首都となった。1861年から1933年の大恐慌までの期間、モントリオールは経済的に発展し、 黄金時代を迎えた。二つのカナダ横断鉄道路線がモントリオールを通り、モントリオールは経済的にカナダで最も重要な都市となった。1967年にモントリオール万国博覧会、1976年にモントリオールオリンピックが開催された。1980年頃まではカナダ最大の都市だった。 しかし1970年に生じた、オクトーバークライシスと言われる要人の誘拐及び殺人、並びに爆弾テロ事件多発に伴う、軍出動の戦時措置法の発動といった、社会混乱、及びその後のフランス語単一公用語化に伴い、多くの企業の本拠地がトロントへと移った。その後、ケベック解放戦線の主要メンバーの検挙、等により、社会は人生化し、現在は、 他の北米地域に比べ安全であると言われる。カナワクとカヌサタクに居留区がある先住民のモホーク族とカナダ、ケベック州政府並びにカナダ軍は先住民の権利をめぐってしばしば対立関係にあり、1990年には他の戦いが起きている。2021年1月、新型コロナウイルス感染拡大に伴い夜間、外出禁止令が発出された。 当初は開始時間を午後8時としていたが、市内に限り5月3日から午後9時半に緩和された。雪と氷に覆われた冬のモントリオール・モンロワイ・アルサン・モントリオールは、セントローレンス川とオタワ川の合流点にある、川中島であるモントリオール島に位置する。この付近のセントローレンス川の川幅は5キロメートルに及ぶ場所もあり、流路の途中が3度以降、 ドゥモンターニュコとなっている。川や湖は冬場にはほぼ凍りついてしまう。市内には合計74の島がある。モントリオール島の中央には標高233メートルのモンロワイアルがあり、都市名の由来と言われ公園となっている。セントローレンス川はモントリオール島の南を流れ、ラサル地区の南岸でラシーヌゼという急流になっている。かつては セントローレンス川を遡る船はこの急流を遡ることはできず、大西洋から貨物は一旦モントリオールで陸揚げされ、急流の上流でまた船に積み替えられていた。1825年にラシーヌ運河が完成し、中型の船は積み替えなしにモントリオール島を通り抜けられるようになったが、その後もモントリオールは重要な河口として発展を続け、後に、 カナダ各地からの鉄道貨物を外交船に積み替える港町となった。現在は船はセントローレンス川南岸に作られた運河を通り、ラシーヌ勢を迂回し五大湖へ向かう合併前のモントリオール島の行政区分2002年から2006年のモントリオール島の行政区分モントリオール島の行政区名とウエストアイランドモントリオールは行政単位のモントリオール市と大都市圏単位の モントリオール大都市圏、さらに、モントリオール島の大まかに3つに分類される。モントリオール市は、モントリオール島の大部分を占める、自治体で2011年の人口は164万9519人で19の行政区で構成される。2002年1月1日に、旧モントリオール市に加えて、周辺のサンローラン市や、サンレオナール市、ピエール・フォン市、ベルダン市、 北モントリオール市等のモントリオール島のすべての自治体が合併し、単一のモントリオール市となった。しかし英語圏を中心としたいくつかの自治体が合併を解消し、2006年1月1日に再独立した。モントリオール大都市圏は、モントリオール島外のラバルや、ロンエール、ブロサード、テルボンヌ、ルパンティニーなど郊外を含んだ地域を指し、2011年、 の人口は382万4221人。以下のように、モントリオール市が全部で19の行政区。モントリオール島は、モントリオール市を含めて16の自治体に分かれている。以下の自治体は2002年に、モントリオール市に加盟したが、2006年に離脱し、再び個別の自治体ととなった市である。欠片の気候区分によれば、アカン体出順気候に属し、 寒暖の差が大きい大陸性気候である。夏季は気温が摂氏30度に達することも多く、湿度も比較的高くて蒸し暑くなる。一方、冬季の気候は厳しく、1981から2010年平年値によると1月の月平均気温は低、摂九9.7度で、最高気温の平均は低、摂五5.3度、最低気温の平均は低、 摂氏14.0度である。北極からの寒気岩に覆われると、日中でも最高気温が低く、摂氏20度以下となり、晴れた無風の朝には放射冷却現象のために引く、摂氏30度前後の猛烈な冷え込みとなる。このような寒さ対策として、世界屈指の規模である、モントリオール地下街が発達した。年間降雪量は209.5センチメートルであり、 北米の都市としては、ケベック、オタワやアメリカ合衆国のシラキューズなどのオンタリオコナンガンの都市と並ぶ、降雪量の多さであるが、日本の豪雪都市と比べるとそれほど多くない。2016年の国勢調査によると、モントリオール都市圏の人口は409万8927人。2010年の都市的地域の人口では340万人で、あり、世界第95位。 国内第2位である2016年の調査によると、モントリオール市内の6割強ほどは白人であり、フランス系が大多数を占める。ついで、フランス人と同じカトリック教徒であった、アイルランド人の移住者が非常に多く、現代のフランス系の住民にもアイルランド人の家系を持つ者が多い。そして、1960年代までは支配者階級にいた、 イングランド系やスコットランド系がそれに次ぐ。また、ドイツ系や戦後移民してきた、イタリア系やギリシャ系、ポルトガル系なども多く見られる。モントリオール市内ではおよそ3割強が白人以外の有色人種となっている。特に近年は、レバント・マグリブ地域をはじめとするアラブ系移民が急増している。黒人の割合は1割を超え、カナダの都市の中ではかなり多い方であり。 特にその多くを占める配置系移民は約13万人を数え、マイアミ、ニューヨークと並ぶ北米屈指の規模である。先住民も7万人ほど暮らしており、近郊にはカナワクとカヌサタクという模倣区族の居留区がある。その他、中国系、ベトナム系、フィリピン系、アルメニア系などが多く住んでおり、市内にはイタリア人街やチャイナタウンなどの移民街が形成されている。 近年の移民は、フランス、モロッコ、アルジェリア、レバノン、ハイチ、カメルーンなどのフランス語圏や旧フランス植民地からの移民が多いのが特徴である点で、他の北米の都市とは大きく異なっている。トロントやバンクーバーに比べると東洋系は少ないが、第二次大戦後にカナダ西部から移住してきた日系人も5000人ほどと小規模ながらコミュニティが存在し、 日系文化会館も設置されている。モントリオールはユダヤ人が非常に多い町として知られてきた。朝鮮党派ユダヤ教徒が多く住むウトルモン周辺がユダヤ人街として知られ、ここではイディッシュ語も話されている。モントリオール市街にはユダヤ人が大半を占めるコートサンリュックやハンプステッドといった自治体もあるほどである。モントリオールに住むユダヤ系人口は 約9万人ほどで、最盛期よりもその数は減少しているものの、街中で数多く見られる朝整党派ユダヤ教徒の姿やモントリオール式ベーグルやモントリオール式、スモークミートなどのユダヤ文化が根付いており、北米ではニューヨークと共にユダヤ文化を感じられる都市となっている。2016年国勢調査によると、モントリオール大都市圏のうち62.96%がフランス語。 10.97%が英語を1.16%がフランス語と英語の両方を22.47%がその他の言語を大一言語としている。モントリオール大都市圏の過程で最も使用される言語は2011年の国勢調査によると70.4%がフランス語14.0%が英語その他の言語は16.6%となっており 英語は1990年代と比べると減少しており、英仏以外の言語の使用が増えている。モントリオール市内に限ると、フランス語の割合は少なくなるのが特徴で代わりに、その他の言語が多くなっている。これは、白人層が郊外へ流出する一方、移民が定住先としてモントリオール市を選ぶからである。一般に、フランス語と英語のバイリンガル都市と言われるが、実際は、 公用語はフランス語のみであり、行政のサービスは基本的にフランス語で提供され英語は公式なステータスを持っていない。英語を母語とする人は郊外を含めたモントリオール大都市圏人口のうち1割強に過ぎず少数派である。このように大半の住民にとって英語はあくまで外国語として広く話されているため、英物両言語が同程度に使われているというイメージでの バイリンガル都市とは、実態は、かけ離れている。また、フランス語、英語に加えて、移民の言語を加えて、トライリンガルな住民も少なくない一方、フランス語のみまたは英語のみの単一言語しか話せない、人も、決して珍しくはない。モントリオールのフランス語は、多種多様なフランス語が使われている。フランスの標準語に近いものから、方言色の強いもの、英語話者が話すフランス語、 移民が話すフランス語まで様々であるが、一般には、標準語とはかなり発音の違うケベック方言が話されている。一方、英語は語彙や表現などにフランス語の影響を受けたものがあるものの、英語ネイティブの間ではごく標準的なカナダ英語が話されているほか、フランス語アシャが話すフランス語なまりの英語もよく聞かれる。モントリオールに住む日系人には、 日本からの直接の移住者は少なく、戦後、強制収容所のあったカナダ西部から移住してきた日系カナダ人の子孫がほとんどであるため、彼らの言語は一般に英語が主流である。また、市内に多く住むユダヤ人は、英語やイリッシュ語が主流、モントリオール近郊の先住民居留区であるカナワクやカヌサタクに住むも、ホーク族はアメリカ独立戦争時に、 イギリス軍側について戦った歴史的経緯から、英語と色濃い語族の模倣ク語が主流である。モントリオール島における母語分布図はを、イコール、フランス語圏、赤イコール英語圏、緑イコールその他モントリオール島内は、中心部を境に東部と西部によって言語が分かれている。中心部ではフランス語が主体であるものの、英語も幅広く多く使われている。また、 通りの名前などもフランス語圏と英語圏の呼び名があり、目抜き通りのサント・カトリーヌ通りはフランス語圏の読み方で、英語圏ではセント・キャサリン通りとなる。しかし、東部へ行くほど完全なフランス語圏になり、地下鉄ベリーコム駅周辺のカルチエラタン地区やサンドニ地区では英語を聞く機会はかなり少なくなる。一方、ダウンタウンから西側に向かうウエストマウント、ノートルダム・ド・グラース。 ハンプステッドやコートサン・リュックといった西部はフランス語よりも英語が主体に使われている。そのさらに西側には住民の半数以上は英語を母語とする英語圏であるウエストアイランドと呼ばれる地域にはイギリス系、アイルランド系、スコットランド系住民が多く住む緑豊かで完静な住宅街が広がる。なお、モントリオール島外はオンタリオ州に向かう東側や 南岸の一部を除いて、ほぼ、フランス語圏であり、英語の通用度は低くなる。通説でモントリオールは、普通語、英語の二言ごとしと紹介されるがこれは、厳密には間違いである。ケベック州の公用語はフランス語のみであるため、原則的に全ての地域でフランス語表記が義務付けられている。地下鉄のアナウンスなどもフランス語でしか行われない。 案内板などでも英語は平気されていないことが多く、道路標識もすべてフランス語のみである。モントリオール市自治体でも住民サービスは基本的にフランス語のみで行われる。英語のみが店舗名や広告看板などで使われることも禁止されているので、英語を目にする機会は話されている割合に比べるとずっと少なくなっている。これは ケベック州のフランス語社会を守る法律が適用されているためであり、移民も基本的にはフランス語社会への統合、同化が求められる。就職においても、不都合の習得が最低条件となっている。英語での住民サービスは限定的であるため、長期的に滞在する場合はフランス語の習得は不可欠となっており、政府による無償のフランス語教育プログラムが充実している。 これらは、普通語が理解できないミニアカナダの多州出身者、外国人にとっては不便に感じるが、ケベック州で育った英語系住民も高齢者層を除き、フランス語に堪能であるために問題はないとされる。公用語はフランス語のみであるが、行政区分上でモントリオール市に属さない英語圏の地区では、道路標識に英語兵器がされている場合が多くなり、 英語での行政サービスが行われており、2002年にモントリオール島内が単一自治体に統合された、後の2006年の再離脱は言語の問題が理由とされる。中心街においても世界中から留学生やビジネスパーソンの集まるマギル大学やコンコルディア大学のある周辺異性の地域ではフランス語よりも英語を聞く機会が多くり、中心街や 英語圏地域に住む場合はフランス語の知識がなくても苦労しない。静かなる革命によるフランス語検証が制定される前の1960年代まではモントリオールの中心部では英語が主体であり、経営者や管理職の言語は英語で企業内での使用は英語に限定されており、フランス語は労働者の言語であった。現在、 法律による規制から街中に英語のみによる看板は、ほとんど見られないものの、特に旧市街のビルの古い広告看板などは大きく、英語のみで書かれていたり、消された跡が残っていることから、古い建物にはその時代の名残が見受けられる。学校教育においても、フランス語と英語の学校に分かれているが、英語圏出身者や、その移民は英語を教授言語とする学校に入ることができるが、 フランス語圏出身者や非英語圏出身の移民は、フランス語で教育を受けることが義務付けられている。例外的に短期滞在者のみ、非英語圏出身者であっても、英語で教育を受けることが可能であるが、その場合も、大抵の学校で、イマージョン教育が行われているので、フランス語で授業を受ける時間が多くなっている。なお、大学などには、この規定は適用されないため、 英語系である、マギール大学などは、全体の2割近くがフランス語を母語とする学生である。このような政策の結果、1970年代より、英語系住民は州外へ流出し、フランス語色が強くなった。1960年代までは、ドイツ、ポーランド、イタリア、ギリシャ、ポルトガル等を中心とした移民の言語は主に英語に統合されていたが、 その後の移民の出身国は、旧、フランスやベルギーの植民地であったフランス語圏が中心となってきている東移民受け入れにおいても、フランス語化が進められており、少子化によりフランス系住民の減少が進む中、移民によってフランス語社会を維持していけるかどうかが大きな課題となっている。また、非フランス語圏からの移民、特に中国人などの東洋系やインド人などの、 南アジア経営移民はより同胞コミュニティ規模の大きいトロントなど多州へ再住する人も少なくない。これはケベック州の移民審査基準が多州に比べるとゆりいからと言われている。トルド国際空港長距離バスターミナル2層構造のモントリオール地下鉄ライオネルグラ駅構内モントリオールには国際航空運送協会と国際民間航空機関 国際空港評議会の本部機能が置かれている。下記方面に長距離バスが出ている。バスターミナル、ガレディ、オートーカースでモントリオールは、ベリー通り沿いにある。STM 公社がモントリオール市内で運行している。地下鉄と共用できる、プリペイド式非接触型 IC カード、オーパスカードが導入されている。747エクスプレスバス STM 公社が、 空港連絡バスである747エクスプレスバスを空港から市街地中心のルネレベスク通りを経由しベリー通りバスターミナルまで24時間運行している。さらに空港から地下鉄ライオネルグラ駅までの区間は13時から18時台を中心に増発される。STM 公社が運行するモントリオール地下鉄がある。 ノートルダム聖堂サンジョゼフレイハイドモントリオールで、最も高い超高層ビルのセンドラゴシティエル、チャイナタウンのモンカルティエデスペクタクルピール通り、シェルブルック通りの街並みモントリオールは、北米のパリと観光客に宣伝している。モントリオール郊外は、北にはローレンシャン山地があり、夏はキャンプ、冬はスキーなどのアウトドアレジャーの宝庫となっている。また、 ケベック付近のセントローレンス川沿いにカエデ並木が存在し、ここはメープル街道として秋にカエデの紅葉を楽しむことができる観光ルートとなっている。近年、モントリオールでは新時代の芸術と文化を取り入れた都市の開発が始まった。古い石切り場であるゴミ埋め立て地などを改良し、巨大なサーカス用のドームを作るなど力を注いでいる。計画の中でも、 テーマは、新時代。ニューヨークのセントラルパークは19世紀をイメージした公園だが、モントリオールの新公園は21世紀をイメージする予定である。なおモントリオールはシルク・ドゥ・ソレイユの発祥の地であり、その国際本部があることでも有名。例えば、街の中にあるいくつものパブで音楽と同時に大道芸を行うなど、街の店でも新都市計画に合わせた動きが見られる。 ベルセンターモントリオールを本拠地とするプロスポーツチームは以下の通りである。かつてモントリオールを本拠地としたプロスポーツチームは以下の通りである。オリンピックスタジアムモンロワイアル公園はギル大学、コンコルディア大学、ジョン・アボット・カレッジ・ゾーソン・カレッジ・コレージュでモントリオール。モントリオールは北米有数の大学都市として知られ、市内には4つの総合大学が存在するかに、 いくつもの教育機関が存在している。AI 研究のハブ数学に強いフランス系移民が多いという歴史的背景などから特にニューラルネットワークや人工知能の研究が盛んで AI 研究の国際的ハブと目されるようになっている。モントリオール大学とマギル大学の研究者が AI 研究組織ミラを設立しているほか AI 関連のスタートアップ企業も 相次ぎ創業している。2016年には AI 分野でモントリオールに合計10億ドルが投資され、大学の集積はモントリオールの経済にも大きく寄与している。フランス語放送英語放送フランス語詞英語詞、ありがとうございます。